かも外交と防衛上の失敗はやり直しが効かないのであります。皆さん、自由民主党がどんなに叩かれてもいじめられても、日本の安全は守らなければならないのであります。皆さん、どんなにいいことばかりやっておっても、同じ人が20年もやっておると選手交代になるもんです。ところが自由民主党があのぐらいいじめられ、あのぐらい嫌がらせを毎日続けられておっても、国民皆様は自民党に300議席も与える。それはなぜか、それは自民党の言ってることは本当だからなんです。そう思いませんか皆さん。本当ですよ皆さん、本当にそこを考えてください。